ってしまいましたが、なんとセイバークラスなのです。セイバーですので剣の準備はバッチリです。入り用になるかは分かりませんが、どうかご期待ください、マスター。
サーヴァント、セイバー、ローランだ。体の頑丈さと筋力、イケメンさ、あと脱ぎっぷりには定評があるぞ。マスターの許可が下りたらすぐにでも脱ぐつもりだ。
キャスター、体験粒子聴覚である。案ずるな、わしが来たからには必ず夜天下を大吉にしてみせようぞ。
やあ、私はレディ・アバロン。もちろん真実の名前だと思う。楽園の方から来た、ただの花の魔術師さ。せっかくの機会だから、君たちの旅路を少しだけ見守らせてもらおうかな。これからどうかよろしく、マスター。
サハ・スカディである。私も水着の霊気とやらに変わってみたぞ。ケルトのスカサハ直伝だ。肌を出すのはいささか慣れんが、スカサハ曰く夏はこういうものらしいからな。何？似合っている？そうか、うん、ありがとうと言っておこう。さて、せっかくの水着霊気だ。一つ夏を盛り上げてやらねばなるまいな。アサシン、宇都宮エリセ。あれ？じゃなくて、アベンジャー？せめてライダーでは？そうか、これが水着霊気ってやつか。ともかく、今後ともよろしく。
元気ね。あなたはどうかしら。元気してる？夏、夏よ。元気出して、全力で、全身全霊込めて、お姉さんといっぱい遊びましょうね。俺はアーチャー、ナポレオン。可能性の男、虹を放つ男、勝利をもたらすためにやってきた人類の英雄だ。
フェクトにナイスバデーな水着わらわの登場じゃん。どうやら普段とは違う意味での全盛期の姿になってしまったようじゃな。道術も思い出したことであるし、これで資料なぞ恐るるに足らずじゃ。いや、もともと別に怖がってなどおらんかったがの。you
you